撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。やった！いいものが手に入った！指揮官から指示が届きました。手伝わせてください。あとは頼みました。一時退避します。指示が届きました。あとは頼みました。一時退避します。手伝わせてください。機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。修理が必要だと思います。機体はまだ戦うと言っています。まだ終わってない。修理が必要だと。直撃次はどういった。陸軍砲撃艇 A が攻撃されています。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。背中やトランチだ。順調に任務遂行中です。スリー頼んだ。修復可能だ。積極的に仕掛けろ。敵を私に近づけるな。機体はまだ戦うと言っています。大丈夫だ。修理は任せろ。ありがとうよ。ありがとうね。拠点を占領した。ありがとう。ありがとうな。手伝わせてください。機体はまだ戦うと言っています。指揮官から指示が届きました。動きに無駄がありすぎる。あとは頼みました。一時退避します。ありがとう。心配ない。修理は任せろ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。ダメだ、動かない。時間の無駄のようだな。
出撃する地点を選んでください。行くぞ。回収しないと弾まらんだ。ありがとう。ありがとう。指揮官から指示が届きました。大丈夫だ。修理は任せろ。無理無茶無責任に無謀を上乗せしているようですね。これじゃやられ役じゃないか。気合い入れて損した。ジオンごときに遅れをとんなよ。ありがとうございます。動いた。これで戦える。機体はまだ戦うと言っています。機体はまだ戦うと言っています。頼む。ありがとう。義軍本拠点 A が攻撃されています。義軍本拠点 C が攻撃されています。かなりの大部隊だが恐れるほどではない。あがらせ。積極的に仕掛けろ。機体はまだ戦う。敵を私に近づけるな。ありがとう。ありがとう。避難したか。まだ戦うと言っています。ありがとうね。大丈夫だ。修理は大丈夫だ。修理は任せろ。機体はまだ戦うと言っています。ありがとう。周囲は任せろ。大丈夫だ。周囲は任せろ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。はいよ。いかがかしら。これは序章に過ぎません。指揮官から指示が届きました。発進するぞ。慎重に動け。隙をつかれてはならんぞ。敵戦力過大評価しすぎた。え、何？敵の動きを出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。修理は任せろ。機体はまだ戦うと言っています。いかがかしら。指揮官から指示が届きました。ありがとう。大丈夫。ありがとう。修理は任せろ。ありがとうな。手伝わせてください。
せてもらおうか。遠方に伸びる近くの死体はまだ戦うと言っています。近づけるな。大丈夫だ、修理は任せろ。ユリア任せろ。ありがとう。敵はゾンビか。とにかく行くぞ。諸君、ジオンごときに遅れを取るなよ。まだ戦うと言っています。デルもグラは撃たれるんですよ。機体はまだ。ありがとう。ありがとう。まだまだいけるわ。
致命的な損傷箇所を修復。大丈夫だ、修理は任せろ。ありがとう。あとは頼みました。一時退避。ほらほら、とっとと逃げろ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。できるようになったな、ガンダム。修理します。停止してください。諸君、ジオンごときに臆病を取るなよ。ありがとうな。修理します。停止してください。ありがとう。こんなものにぶっ飛んじゃったか。大丈夫だ、修理。うわあ、ありがとう。進め。いい調子です。修理します。停止して。修理は任せておきなさいって。さらにできるようになったな。石の中にも3点。敵エースの事故に成功しました。まるで敵軍戦力ゲージが残り 50% すればいました。回収しない。ありがとうございます。ありがとう。機体はまだ戦うと言っています。大丈夫だ、修理は任せろ。ありがとうな。敵ビーコンを破壊しました。大丈夫だ、修理は任せろ。一時退避します。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。退避する。出撃する地点を選んでください。いいぞ、このまま続け。作戦時間が。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。頼みました。一時退避します。指揮官からし、出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。行くぞ。いかがかしら。機体はまだ戦うと言っています。修理すればあなたの強くなる。残り50秒を切りました。自軍本拠点 A が攻撃。
っています。ありがとう。こいつ、こいつ、ありがとう。この程度ですか。あとは頼みました。一時退避します。出撃する機体を選んでください。出撃するの任せてください。行くぞ。任せてください。血をかけちまったな。打って打ちまくる。大いなる戦いの第一歩は諸君らの勇気ある行動にかかった。やりました。我が軍の勝利です。における戦績を報告します。個人の評価を報告します。すごい活躍でしたね。驚きました。本部からの報告。